岡花光雄に咲く闇小話51。荷物を預けるために地下鉄のコインロッカーを開けるとゾワッと鳥肌が立った。コインロッカーには怖い話がつきもの。すると突然ロッカーから髪の長い女が這い出し地面に落ちた。いてて、出してくれてありがとう、てへ、と可愛い子が言う。という妄想をしていると、中から黒い手が。52。目を覚ますと病院のベッドの上。私は自殺未遂をしたらしい。もしかしたら友人からの相談を受けているうちに、鬱な気持ちが伝染したのかもしれない。ある日その友人が見舞いに来た。話をしていると意識が遠のき、気づくと病院の屋上から飛び降りようとしていた。建物の下で友人が笑っていた。53。実は私の友人も小さいおっさんが見える人で、なんと昨日は私の肩に乗っていたみたいなの。今日もいるかな。友人。え？私。え、どうしたの？友人。何それ。私。え、何って何？友人。まさか。私。なんなの？私が聞くと友人が突然絶叫を上げ苦しみ出し絶命した。54。ビルの窓清掃員として勤めて1年。38階建ての高層ビルを清掃中、視界の横を何かがかすめ落ちていった。はっと振り向くと、再び何かが落ちてきた。それは、人のようであった。何事かと上を見上げると、窓に四つん這いで張り付いた化け物が、落ちていくそれらを追いかけていった。55。出産をした私の顔を見て見舞いに来た友人たちが幸せそうと喜んでくれた。生まれたばかりの赤ん坊の写真を皆がスマホで撮る。だが A 子が撮るとどうしても顔が歪む。怖くなってデータは消去してもらった。15年後、子供の凄まじい暴力で家庭は崩壊。幸せをやり直すため、すべてを消去しよう。56。マンションの隣の住人は毎晩喧嘩で騒がしく、こちらが注意すれば夫婦揃って逆上。警察に通報しても何の対処もしてくれない。ある晩、また喧嘩が始まったかと思ったら、急に静かになった。ちょっと心配になってベランダから体を乗り出し隣を覗くと、血まみれの大家がこちらに気づき会釈をした。57。駅で電車を待っていると誰かが足をつつく。見るとうすら笑いの子供がおり、危ないから気をつけてとだけ言うと走り去っていった。何が危ないというのか。周囲を警戒していると背後に人が立ったので、慌てて違う乗り場に移動した。やってきた電車は、直前に脱線しホームに突っ込んできた。58。我が家の玄関先の壁に黒いシミができていることに気づいた。
築30年だし、シミ程度どうってことないと放置していると、それは日に日に大きくなり、まるで人の顔のようになった。しかもなんだか赤みを帯びてきている。深夜、寝つけず外の空気を吸いに玄関を出ると、男が壁に顔を必死にこすりつけていた。59。広大な山の土地を残し、祖父が亡くなった。遺言はなく、土地をどう相続するかを決めるため、まずは山を視察することに。しばらく登り、カラスの群れが鳴きわめく情報を向くと、伸びた木々に押し上げられたたくさんの人の白骨死体があった。祖父は何をしてきたのか。相続は別の意味でこじれた。60。弟が通りまで6人もの人を殺した。弟は昔から何事も長続きせず、そのくせプライドは高く切れやすいクズだ。だが少し顔がいいだけでファンレターが届く。人殺しなのにだ。私たち加害者家族はいくら詫びても毎日嫌がらせを受け、母はついに自殺。私は獄中の弟を呪い殺すことを誓い、母の後を追った。